かなかね、飛び石の数が多くて、見応えがありました。もうすごく爽やかで、すっきりして、もう楽しい時間でした。楽しかったから、また乗ってみたいと思いました。まだこの下に馬子がいるんですけど、また次回みんなで乗りたいと思いました。